船だ。おいみんな、船と人。え、お、うえぇ、ー、おい、どうしたチョッパー。うえぇ、チョッパー、船か、船がいるのか。いや、うん、あ、いたけど、船はもういなくて。なんだよ、そこから牛が四角く雲を走ってこっちに来た。わかんねえ、落ち着けよ。なんだっつんだよ。え、人だ、誰か来る。雲の上を走ってるぞ。おい止まれ、何の用だ。排除する。やる気らしい。上等だ。なんだなんだ。私も怖い、私も怖い。そこまでだ。我が輩、空の騎士。去ったか。何なのよ一体、あいつは何者だったの。それに何よあんたたち、だらしない。三人がかりでやられちゃうなんて。助けてくれてありがとう。やむをえん、これはサービスだ。ああ、まったく不甲斐ねえ。なんか体がうまく動かねえ。仕方あるまい。ここは正解より7000メートル上空の白海、さらにこの上層の白学海に至っては1万メートルに及んでいる。通常の正解人では体が持つまい。おっし、だんだん慣れてきた。そうだな、さっきよりだいぶ楽になった。いやありえん。お前たちまさかここへ。ノックアップストリームに乗ってきたのよ。なんとあの化け物カイリオに、まだそんな度胸の持ち主がおったか。そのルートじゃないんだ、やっぱり死ぬ思いだったじゃないのよ。じっくり情報を集めてればもっと安全に。だからいいじゃねえか、どういったら助けるんじゃねえよ。そらじまが怖い、そらじま怖い。いやー、まあ確かに俺がいてこそだった。あの時こいつらが泣き崩れ人生を諦めていく中、俺は言ったんだ。俺が後悔しこった。さければ我が輩天よりお主らを助けに参上する。本来はそれで500万エクストル頂戴するが、ワン欲しするお主らにプレゼントしよう。待って、名前もまだ。シガンホール、そして相棒ピエール。ピエール言い忘れたが、我が相棒ピエール。鳥にしてウマウマの実を食べた能力者。あ、鳥が。つまり翼を持った馬になる。すなわち、嘘、素敵、ペガサス。そう、ペガサス。いやー、いいよ。勇者たちに幸運あれ。